はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使、信長のプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、機内方面大和への進出ということで、筒井家とあと松永家ですね、これがですね、三好長慶の死亡イベントに伴って独立したところを叩いたというところで、勢力的にはこんな感じになっています。で、今はですね、ちょうど、三好と足利将軍家が合戦を始めているという状況なので、これにね、なんとか相乗りしていきたいなというところなんですけども、いかんせんちょっとね、兵糧が不足気味なので、少し様子を見ながら、三好のね、岸和田城を取りに行きたいなというふうに思っています。では、早速続きをプレイしていきましょう。まずは、そうは言ってもね、宣戦布告ができる状態にまずは持っていかなきゃいけないんですが、三好に関して言うとね、すでに宣戦布告ができる状態なので、一旦宣戦布告をしておきましょう。これでどれくらい兵糧をね、送ってくれるかなんですが、味方から兵糧が7600か、大した数じゃないな。そうなると、まずは、岸和田城に向けて、兵を出すんですが、そうすると、真鍋の戦いということで、どうだろう。敵の数で言うと、荒木村重が大将で、総兵力2万8000か。ちょっとこれで一旦出陣してみますか。左近の部隊が800しかいないっていうのがちょっと不満だな。ちょっともうちょっと、左近のいる高屋城の兵が集まるのを待ちますか。左近はね、高屋城に入れました。で、信貴山には松永久秀で、有岡城がこのまま行くと落ちるのかな。別所家に対して兵糧をくれと言っているんですが、そうすると、家宝をよこせと言ってくるのか、拒否だな。有岡城が将軍家の手に落ちるね。報告いたします。これより表情を行う。商業と、軍事を優先的に上げていきたいんですが、ちょっとまともなのがいないんで、しょうがないね。備前堤が入ってきて、久秀からは大勢力交流、交渉有利ですね。自勢力より大きな勢力との交渉が有利になる。とは言ってもね、もうすでに、信長よりも大勢力ってあんまりいないんだよな。よし、高屋城もそれなりに人は入ったね。そしたら、お金があるうちに鉄砲と軍馬を買っておきましょう。で、その上で岸和田城ですね、ここを取りに行きます。そうすると荒木村重隊、総勢5万600との合戦になるわけだな。ここはね、短期で切りをつけましょう。有岡城が足利将軍家の手に落ちてるんで、なんとかね、これ以上将軍家が力をつけないようにはしておきたいですよね。報告いたします。兵糧がやっぱりちょっとなくて心配だな。どうする？兵糧買っとく？取引を行いましょう。かしこまりました。お金がなくなってきたな今度。いやー、どうする？お金もないし兵糧もないしっていうね。そういう意味ではやっぱり岸和田城をね、どうしても取りたいですね。三好家の軍勢が目前に迫っていて、指揮しなくても勝ちは揺るがないんだったら、指揮は取らずに普通に勝ちましょう。
死のうは一条よな。片付けない。でその上で一人たりとも逃すな。これも志を果たすため岸和田城を取りましょう。片付けない。で騎乗。戻るぞ。いやこうやっていくとどうだ。三好の勢力をもうちょっと粉砕したら、畑野家が結構ね山名に圧迫されてピンチなんで、山名別所この辺りと先端を開いていくというのと、あとはね兵糧がなくて心配なんですけど、依然今川は健在なのでこの辺りにもね警戒をしっかりしていかなきゃいけないんですよね。って考えると兵糧だな。兵糧まとまった額欲しいとこなんだけど、まずは次のターンで歩兵を見直しましょう。もう最前線じゃないところに関してはある程度ね足軽は減らしていく必要があるかなと思います。足軽が結構金を圧迫してきてると思うんで、金がないって言ってるよね。そうだよね、わかるよ。信玄が近江に兵を進めるか、ちょっとピンチだね。今兵糧がないんで歩兵をちょっと見直していきましょう。かしこまった。最前線じゃないところの足軽は思い切って減らしていきます。といってももうすでにそういう状態にはしてるな。そんなにね兵をガリガリ集めてる感じはあんまりしないけどね。かしこまった。かしこまった。この辺なんて知れてますもんね。で逆にね掛川とかこの辺りはあんまり減らせないっていう事情もあるし、まあ今川勢と対峙してるっていうね、事情がある以上は大胆に兵を減らすわけにはいかないという事情を考慮すると、まあこれくらいがいいところかなっていう気はするんですよね。そうなるとどうだろうな。日野城、ここをもうちょっと減らす。で観音寺はどうなってる。観音寺はめちゃくちゃ、足軽を雇ってるけど、まあ信長のいるところなんでね、あんまり減らしたくないっていうのもありますしね。あとは筒井城か。筒井ちょっと減らす。筒井自体そんなに期待してないからね。筒井城の城主は筒井が入ってるんですけど、そんなに期待していないというか期待できる武将を入れていないという事情もあるんで、じゃあ岸和田城に新しく人を入れていきましょう。飯盛山から小作り一門を入れておいて、あとは戦闘できる武将を入れておきたいな。戦闘できる武将で今どうだろう。城主クラスになっていないのだと堀直政か。堀直政をじゃあ伊賀上野から移動させましょう。で岸和田城の城主は堀さんに任せるというところでいいかな。で次の目標は、まあ、犀賀を取って鈴木を完全に傘下に組み込みましょうか。でその上で三好に進行しつつ山名別所赤松、この辺りとちょっとどうね折り合いをつけていくかっていうのを考えていった方がいいかな。で並行して今川ですね、あと武田、今川武田この辺りともね
ちょっと死を消していかなきゃいけないという事情と、あとは本願寺が領地内にいて邪魔くさいので、これもね始末していきたいですよね。今だとやっぱり北条武田、それに毛利山名、この辺りがちょっと勢力的には大きいから、まずは犀賀を取ってしまってっていう段取りは変わらずでいいですね。では交渉していきましょう。米をよこせという交渉だな。米をよこせ交渉ができる人が他いないんだよな。もう、そうすると犀賀を叩くにしても米がないんで、9月までちょっと待ちましょう。使いの者が来たようです。三好から交渉か。よし、真珠か。全然申し入れ受けよう。三好から真珠を申し入れてくるとはね。さあこれで三好が真珠してくれたおかげで一気に勢力的には四国まで伸ばしましたね。うん、そうすると次は鈴木を滅ぼして山名に向かった方がいいな。機内方面に関しては、で一応というかしっかりというか、対今川武田に関しても抜かりなく準備は進めておきましょう。報告いたします。いや9月が待ち遠しいな。9月になったら、まあ、すかさず鈴木攻めを行っていきましょう。この策はいかがでしょう。うん、統制不足はすぐにでもやりたいけど、足りるのかって話だな。統制不足はお金が足りないのか。サラサラ声は、まあ悪路の行軍速度上昇だよね。そうすると今は使いたくないんだよな。統制不足入れたいんで、商業は使いたくない。ちょっとこのターンも何もできないんですが、送っちゃいましょう。ターンとの同盟があと1ヶ月で切れますね。そうなると赤松とまた米外交ができるな。米外交が別所に対しても一応定勝送っとく。であと親善中、そうか、足利将軍家とも今すぐね、どうこうする必要はないんで、米外交しちゃおう。米外交なので、まず将軍家に対しては米をもらいましょう。12ヶ月の同盟で米をもらう。うん、全然いいね。さあこれで多分ね、他国も合戦を仕掛けてくると思うんで、動向はしっかり見極めましょうね。報告いたします。まずは交渉で赤松に対しては兵糧をもらって代わりに同盟を引き出すといういつもの策ですね。他は山名はこの後戦争を仕掛けたいので、あえて同盟を結びたくないという事情もあるので、このままにしましょう。では鈴木に対して宣戦布告していきます。
生かしてはおけぬ。本願寺は鈴木か。足利家も鈴木に力肩入れ。浅井もか。ここは機内が少し荒れそうですね。まあ、ただ鈴木の犀牙を叩くには敵の兵力はせいぜい9万、9000、数は決して多くないので、信長を出すのはやめておこう。まずね、28日かかるんで、できるだけね、兵糧の消耗は避けたいんで、そうすると安藤盛綱も下げて、久喜義高も下げて、27,500の兵で戦おう。これでも十分勝てるでしょう。皆の者、我に続け。何、長政が裏切っただと。これ長政だな、先に。さらにの信玄もか、信長包囲網だな、これまさに。どうする？さてどうするかな。信長包囲網だな、これ完全に。まずは気をつけなきゃいけないのは、郡上八幡が危ないな。ここに集結する敵の部隊は、待ってくれ、86,000、86,000、間違いじゃないよね、86,000。86,000、すごい数が来るな。そうするとこちらも行軍で郡上八幡に兵を集結させる必要があるな。戦場の上限としては1万しか入ってこれないんであれば、精鋭を集めたいですよね。俺に続け。いや、まさか信長包囲網ここで食らうとは思わなかったな。まずは犀牙を叩いて信長包囲網の一角を叩きましょう。その上でだ、兵糧がちょっと心もとないっていうのがあるんで、どうするかですね。郡上八幡で武田軍と一戦を行った後、目下の敵になるのが鈴木。まあ、ここはね、犀牙を攻めて終わりにしましょう。であとは本願寺、石山御坊ですね。それに将軍家、これがちょっとね邪魔なんですよね。御所、牧島、有岡、さらには浅井、これが小田に中心に展開してますからね。どうするかな。まあ、いずれにしてもまずは岸和田から犀牙を叩きましょう。どうする？鈴木の軍勢が目の前に、来ているものの、まあ、ここは合戦の指揮を取る必要はないでしょう。マジか、負けるか。そんなバカな。報告いたします。自ら指揮を取るべきだったな、今更だけど。それより表情を行う。面白い。これで表情を終える。我に策がございます。さてどうするかな。まずは統制不足を速攻でやろう。決戦時の攻撃力が上がるわ。すぐにでもやりたい。人材開発もこの際入れときましょう。で、金利外交も入れとく。いや、すかさずここは行軍だよ、行軍。犀牙を攻めよう。
兵が8700しか集まんないの。だとしても行きたいけどな。いや危険だ、サイガを叩くのを一旦やめよう。まずは目の前の武田軍に対応しよう。待て。さあこれで敵がやってくるよね。でサイガ攻めに関して言うとどうなる。今だったら多少兵は回復してるんじゃないか。そうだね、今回は確実に勝ちに行こう。進め。左近を出して負けたからな前回は。長尾との同盟が切れる？これはありえないな。長尾さんとは兵糧外交を展開しておこう。さあ武田軍との決戦だ。まさかここで信長包囲網を食らうと思わなかったからな。敵はそうそうたるメンバーだね。家康、信春、正信、信繁。いやーこれだけ見ても恐ろしいな。ただ味方もまあ負けてはないですよね。秀吉、利家。無陣形でいく？どうするかな。こちらに陣がある以上は無陣形で敵を迎え撃つっていう作戦の方がいいかな。敵の布陣がちょっとわからない以上ね、とりあえず陣の近くにそれぞれ兵を配置して敵の出方を見るというのが得策だよね。ここは守りきれば勝ちですからね。とにかく陣を守りきりましょう。全軍突撃か。全軍突撃で来るんだな。敵の居場所が知れましたな。信玄がいきなり来てる。よし、ここは信玄の信玄だけを狙おう。それが一番いい。幸いなことに信玄を狙う体制はできているんで信玄だけを狙って海藻に追い込む。ご命令よ。みんな気合を入れろよ。できればね、信玄を海藻というよりかは撤退に追い込めれば一番早いんでそこを狙おう。さてと、とはいえ敵も全軍突撃で勢いがあるからな。信玄を狙って今は引くぞ。海藻ではなく撤退に追い込まないと厳しいな。ってことは信玄に逃げられないようにしっかり信玄をがっちり
固めないといけないな。信玄に逃げられないように秀吉を迂回させよう。石州祭がいるな。さて信玄をどう料理するかだな。あとは策のある者がいるようです。いやこの信長ホイモはマジできついな。行こうか松風。今じゃかかれ。今は引くぞ。さあ信玄を逃さずに終えるかっていうところなんだよね。この策で参りましょう。我らが力示すは今だ。この策で叩き潰す。邪魔するなら。信玄隊の足止めを利家がしている間に信長がね切り込むのは危険が高すぎるからな。とはいえ参るぞ。始めよ。我が策ご覧くだされ。一応そうするとどうする。吉成の部隊が唯一の騎馬隊だったんだけどこれがねすでに改装して撤退に追い込まれてるんでどうにもならないな。いや危ないかもしれないなこの戦い。しかも鬼身のまで使ってきてる。いや本当に強力だわ。今は引こう。さて信玄を追うのは難しくなってる情勢なんで、こうなってくると狙いを変えて敵の部隊をもう一部隊でも改装させられれば、勝敗は変わるな。掴んだ勝機逃しはせぬ。この策で叩き潰す。格の差思い知るがよい。この策で信長はここで始めよ。もう敵をね改装させることに全てをかけよう。この策ご覧くだされ。もう一部隊改装に追い込めれば一気にこっちに流れが傾くと思うんですよね。死あるのみ。突き崩せ。さあ一気に押し込め押し込め押し込め。よし押し込んだね。いやーこれはきつかったね。本当に危なかった。従え信長が天下。8万6000の武田軍を撃破。うん信門がいるけどまあ一応信門はじゃあ登用しとく。馬場信春はね後々傘下に組み入れたいので逃しましょう。はい、というわけで信長包囲網を敷かれてかなりピンチになっている状況なんですけど、基本的な戦略は対武田に対しては和睦を申し入れて、その間に浅井足利そして鈴木を叩きましょう。というわけでね時間もいい時間になりましたので今回はここまでにして、この続きは次回プレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。